こんにちは、せいやです。今回ドキュメンタリー映画うんちくうんこが地球を救うのネタバレなし感想動画を撮っていきたいなと思います。うんこ、それは地球上のすべての生き物がするもので、その歴史と現実、そしてその可能性に満ちた未来を検証する映画史上初のうんコメンタリーとなっておりますということで、まあ、今回ですね、うんちく、うんこが地球を救うを、視聴させていただきました。今回 Amazon プライムビデオさんですね、アマプラさんで、まあ、レンタル500円くらいでしたかね。で、見れましたから、視聴させていただいたんですけれども、まずすごいなと思ったのは、うんこで70分語れるっていうね、すんごい思て。で、皆様も毎日うんこするじゃないですか。まあ、当然なんですけどね。まあ、基本的には健康な体であればですね、毎日うんこするんですよ。まあ人によっては朝しますよとかね、まあご飯食べた後にしますとか寝る前にしますとか、まあいろんなルーティーンがあるかと思いますが、毎日うんこと触れ合うわけでございますけども、うんこのこと知ってますか皆さんね。あ、なんか汚いなーぐらいのイメージしかないかもしれませんけども、うんこってめっちゃ奥が深いんですよね。それを今回のこのうんちくうんこが地球を救うを見て思いました。で、まず最初にね、どう何があるかっていうと、うんこの説明があるんですよ。一日にどんだけ人間がうんこするかみたいな、年間でどんだけうんこするか、人生においてうんこどんだけするかっていう、説明から入って、そんなうんこすんのみたいな、ところを知っていくんですよね。で、そこから、今のうんこの問題点であったりとか、私びっくりしたんですけど、我々日本人はさ、普通にトイレ行ってうんこするっていうのが普通じゃないですか。それがもう常識でしょ。なんですけど、これを世界というね、もう全世界、全国、すべての国に当てはめてみるとですね、なんと、しっかりとね、うんこできてる人類って5割ぐらいしかいないっていうところのね、データが出てきたりとか、まあその他にもいろんな問題点、うんこに関する問題点ってもう世界で起こってるんですよね。っていうのを、説明していただくっていう流れの中で、でもうんこって人間にとって害悪なわけじゃないんだよっていう、そのうんこを使って未来って明るくできるんだっていうところの、説明が行われていくわけでございます。例えばうんこから飲み水を作っていきましょうだとか、うんこから紙を作っていきましょうだとか、またエネルギーを作っていきましょうだとか、まあ、いろんな、未来の可能性っていうところを、検証していきまして、わすごいなと。やっぱ石油とかもいつかね、なくなってしまうかもしれません。化石燃料だってね、いつかなくなるかもしれません。でもうんこって永遠に生産できるんですよ。だって毎日やるんだから、毎日するんだから、うんこってのは生産できていって、そんなね、まあ捨てるだけのうんこかもしれませんけども、そっからいろんなものを作っていきましょうっていう、人間の未来のためにうんこを利用していきましょうっていう、そこの、説明っていうのはすごく魅力的なものがあったなと思いましたし、やっぱ70分間、これもずっとうんこの話してるんですよ。ドキュメンタリーやからね。ずっとうんこの話してて、で、見始めた時はですね、あ、こんなん70分間も見れるかな、みたいな、途中飛ばしちゃうかもしれないって思いながら見ていたんですが、やっぱ本当に奥深いのよ、うんこ。めっちゃ奥深いから、気づいたら最後まで見てたっていうね、っていうところがございまして、本当にうんこに興味を持てるような、作品になっているかなと思いますので、まあ、ぜひともですね、気が向けばですね、うんこしながら視聴していただければなと思うんですけども、ただ一点気になるのは、話の構成っていうところが、ちょっとちぐはぐ感があるかなと思いましたね。まあ、並べ方ですかね。一つ一つの情報っていうのはすごく面白いんですけども、その情報を並べるってなった時に、やっぱ流れっていうものが個人的には欲しかったかなっていうところがあって、本当にただただ区切られてるんですよ。区切って、次の情報、次の情報、次の情報っていうのがあるので、これ正直並べ替えるだけでも、すごく、綺麗なまとまりのあるうんこのドキュメンタリーになったんじゃないかなと、うんコメンタリーになったんじゃないかなって、思いましたので、そこはもったいなかったかなっていう、ところはありました。本当に内容が素晴らしいだけに、やっぱ流れ方というかね、その情報の出し方っていうところは、もっと工夫できたんじゃないかなと、思った次第でございます。というところでですね、すごく内容が良くてですね、見どころが満載の、うんコメンタリー、うんちく、うんこが地球を救うなんですが、この作品をより面白くしている存在がですね、一人いらっしゃるんですね。それが、鈴木達久さんなんですよ。
皆さん覚えていらっしゃいますでしょうか。鈴木達久さんね、数年前にちょっとやらかしましてですね、表舞台から姿を消し、最近久しぶりに SNS を、更新しまして、インスタライブなんかもね、されて、元気な声聞けて嬉しいなと思っていた次第でございますし、事務所を、退所されましてフリーで、活動していくと発表された、鈴木達久さんがこの、うんちくうんこが地球を、救うの、日本語吹き替え版の、ナレーションをされているんですが、この鈴木達久さんのねナレーションがまあ素晴らしいんですよ。その時々のですね空気感に合わせた、声を使っていくっていう、おちゃらける部分ではもうめちゃくちゃおちゃらけるし、でも真剣な部分ではやっぱかっこよく、ナレーションをしていくしっていうところで、場面によって使い分けていく、まあこれも演技ですよね。声優さんならではの演技っていうところがめちゃくちゃ作品にハマっていたなっていう、ところを私は感じましたし、ナレーションってその人だって思わせないことがすごいらしいんですよね。こうナレーションを聞いていて、あーこれ鈴木達久やんって思ったらあんまよろしくないらしいんですけども、やっぱ最初は思うんですよ。あ、鈴木達久だなって思ってるんですが、どんどんこう物語でもないから、ドキュメンタリーが進んでいけば進んでいくほど達久感がなくなっていくんですよ。わ、あ、達久やったんやみたいな、途中でやっぱなんか気づいちゃうみたいな、あ、これそういえば達久やったわみたいな形でですね、こうドキュメンタリーに気持ちを持っていかせるようなナレーションを終始やっていた達久さんのナレーションってのは本当に、素晴らしいものがあったなっていうところで、このうんちく、うんこが地球を救うですね、まあ、本当に内容が素晴らしいと、うんこをここまで深掘りできるんかという、ところの情報量の多さも素晴らしいんですが、さらに、鈴木達久さんの、ナレーションが乗っかってより素晴らしい、ドキュメンタリー作品、うんこメンタリーに、なっていたんじゃないかなと、心の底から思った次第でございました。私はアマプラで、500円ぐらいで、レンタルして視聴させていただきましたけれども、各種、配信サイトに、こちらございますので、本当に気が向いた時とか、お腹が痛いなと思った時、便秘気味の時なんかにね、視聴していただければなと思っている次第でございますっていう、ところで、まあ、うんちく、うんこが地球を救うの、感想は以上になるんですけども、鈴木達久さん応援してます。私はマジで応援してる。まあ、世界の、世間の皆様がね、鈴木達久さんに対して今どう思ってるか分かりません。まあ、正直みんなもう忘れてると思う、そんなことあったなぐらいやと思いますし、私はもう、まあ、そのファンの方がどう思うか分かんない、相手方のねファンの方がどう思うか分かりませんけど、私はもう鈴木達久さんがねやったことなんてもう水に流してますわ、じゃあ言うて、うん、水に流してる、まあ、そういう方も多いんじゃないかなって思いますし、今回鈴木達久さんはねフリーになったっていうところでございますから、まあ環境が変わっていくわけでございますし、まあ、運もついていくんじゃないかなって、すごく思います。で、私はやっぱり、鈴木達久さんが主役として、活躍するような、まあ、メインキャラクターとして活躍するようなアニメ、やっぱ見たいです。声優さんとしてのアニメに、ご出演されている鈴木達久さんが、見たいとめちゃくちゃ思ってますので、やっぱここから奮起、していただきましてですね、もうどんどんアニメ業界で奮闘、していただきまして、どんどん鈴木達久さんがですね、ご活躍される未来、願っているというところでございましたっていうことで、以上で終わりたいなと思います。本当に鈴木達久さん、もう来年ですよね。もうめっちゃいろんなアニメで、鈴木達久というね、名前がエンドクレジットに載ることを願っております。頑張ってください。では。